ハッッピーーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の午後7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム t h a n k y o u はい、えー、んんはま始まりましたドドンということで今日もですねえー、金曜日の ですね、恒例のね、えー、毎週毎週やっております放送、えー、結構ですねあの本当頑張ってね毎週毎週見ていただいている方あのご連絡いただいて励みになりますはいいつもご視聴ありがとうございます、えー、私のですね、えー、この放送ね金曜日の本当に夜今7時ですからね、えー、ゴールデンタイムまあ普通でしたらね1週間のね え仕事が終わって皆さんねえ本当にいいこうお風呂に入ってご飯でも食べてみたいなねそんなえほっこりした時間を過ごしたいところなんでしょうけどねえこの「鳥小屋ズーリ」は番組からのお知らせですよねインターネット型テレビラジオですということですからね見て聞いて参加できる放送局ということでねえ鳥小屋ズーリで。 FM で検索いただいたらね、えー、こうやってインターネットで今はテレビのようにですね視聴いただける時代になりましたでしかもね遊びに来てくださいねということで結構ね日本人ってね、えー、シャイでねなかなかこうこういう放送の話になるとねえー、えーとかいう感じでね皆さんなかなか、ね、いらっしゃらないんですけど、えー、このスタジオ内はトレールフレッシュというね 発生装置ありますから遠慮なく遊びに来てくださいねということであの今日も番組からのお知らせをしましたけどねあの日本人日本の,、ね、人間あの人間性というか日本人のこうマインドというかねあのちょっと、ね、なんかこう目立つことを、えー、すごくこう嫌がるというか出る杭は叩かれるとか言,言ったりね横並び意識と言ったり村八分とかね なんか人と変わったことをすると、えー、すごいなんか、ね、恥ずかしいとかね、えー、ちょっとその苦手意識があるっていいますかねそういう人が多いですね。で実はねあの大仙に明日の投資塾、えー、6月のです、ね、投資塾4回目の、ね、投資塾はあのお昼の1時からね私の江戸川橋のオフィスでやるんですけどあのプロモーションビデオを作成をしますんで。 明日、あのー、撮影部隊がね、えー、マーケティング会社に依頼している撮影部隊カメラマンがですね来まして、えーそのまあ、あセミナー風景とかねそれから熟成の皆さんにインタビューしたいよということでねちょっと事前に話がありまして、えー、結構何人かにそのお話をね熟成の方にしたらねえっ、ーえー <laughs> <え> <laughs> えー、ビデオに取られるんですかみたいななんかもうね、えー、自意識バリバリやろみたいな話ですけどね、えー、そんなね,あのね、えー、恥ずかしがらなくていいんですよ。えー、あのなんていうのかな大前にねあのアメリカに5年住んだこともあるんでねアメリカ人なんていうのはすごいね自然体でねあの自己アピールができるっていうかまあ教育の違いですよね。 アメリカの小学生なんか見てても、えー、誰か意見ある,ある人とかやったら全員が手を挙げますからね「はい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 」って <laughs> 手を挙げてない方が珍しい人ぐらいの話でね「any opinion」とか言うと「イェイ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 」って「ミミミイイッ当てろ当てろ当てろ」てろてろって言うんです、えー、日本はまるで正反対ですよね 何か皆さん意見ありますかシーンって,って周り見渡してね <laughs> 誰か手を挙げたらあいつあいつなんか手を挙げてるぞみたいなね、えー、なんかねそんな国民性のねえらい違いなんですよね、えー、同じ人間でもねやっぱり国が違うとこれだけ違うのかいぐらいね国民性と違うんですよねだから常識も違うわけなんですよ、えー、言い訳いはないんですよ言い訳はないんです単なるそれは違いに過ぎないんです ただあの、もったいないなと思うのはねあの、やっぱりね、あの他の国の国民性でね、えー、いいところはね、ぜひね、日本人も、ね、取り入れていっていただきたいなって、これはね、私、大仙人はね、5年間、ね、ニューヨークに住んでた、まあ、実際、正確にはニュージャージー州とかに住んでたんですけど、マンハッタンからすぐだったんで、まあ、ほぼほぼニューヨークだったんですよね。えー、でやっぱり、ね、その海外に住んでみては分かる ですね、あ日本ってほんとちょっと変わってるよなって世界から見るとね変わってるんですよ実はね日本人って本当に変わってるんですちょっと珍しいんですいい意味でも悪い意味でも謙虚すぎるんですよちょっとねうんあのー、本当にこう和を和をね重んじてうーんこう何て言うのかな場を乱さないっていう。 そういう意識がすごいんですね日本人ってね。えー、本当にそのそれはそれで立派なことだとは思うんですけどえー、ちょっとねあの度が過ぎるっていうかな <laughs> えー、人と違っていいというところをねあのこれ逆目には出るとですねこの 人と同じようにしないとまずいっていうねちょっとその制限をかけてしまう窮屈なね、えー、お互いがお互いをちょっとなんかねこう気にしながらねお互いのことを気にしすぎるようなねあのそういうところはちょっとあんまりよろしくないなって思っちゃうんですね。 それはねやむを得ないところもあるんですよ。やっぱりね日本ってすごいこれだけ人が狭い国土にね人間がやっぱりすごく多いんで、えー、人とうまくやろうと思った時にそのねやっぱりどうしてもこう人との間の距離というのがすごく気になるし相手の考えていることというのをこうある程度ね気にしながらですね、えー、調和を図っていくと。 えー、いうところはねこれはね必要、まあ、不可欠なそういうね、えー、状況の、まあ、環境にいるわけですけどね、えー、ただあの徐々にね大前に今日最初に言いたかったのはねですからあの今日2021年6月今日18日ですよねで6月のねあの9日っていうのがね あの非常に大事な日だって言われてたんですなぜかというと令和3年6月9日ということでねこれで、ね、語呂合わせじゃないんですけど3年の6月の9日ですから369ということであの結構スピリチュアル的にはね「えー、ミー,ロークっていうんですけどね、えー、精神性の高い人はピンとくる,あのくると思うんですけども。 おねえー、魅力の世すなわちこ天国のようなね、えー、本来の人間性が復活していく、えー、そういう日なんだよということを言われたんですね今月6月9日なんですけどねでちょうどそのタイミングに合わせて、えー、この天体がね太陽と土星のコンジャンクションとかね天皇星と冥王星のコンジャンクションコンジャンクションでね 9 0度になったりっていうこういう、あのー、先生実上のね、あのー、言葉なんですけどちょっとそれ意味があるんですね。でそのタイミングで彗星が逆光に入るっていうね、まあ、先生実詳しい方はすぐピンと来られると思うんですけど、えー、そういう天体のそういうね、あのー、こうあり方というのも私たちにすごく影響を与えてたりするんですよね。で そのまあ、えー、タイミングでね6月9日というタイミングでいろんなそのまたね令和3年の、えー、重要なですねこの、えー、目には見えないんですけれども人間にですね精神的なこう影響をね及ぼしているよというようなことが、まあ、言われてたわけですで、えー、そのタイミングでね ですから何が起ころうかとしてるかって言ったらこれ昨年の12月22日もお話ししましたよね。土の時代から風の時代に変わるんだよっていうね精神性の時代に変わるんだよ。その精神性の時代にが変わるんだよって昨年の12月22日にあの鐘が鳴って用意ドンでスタートねしたわけですよよでいいよ。よ 6月9日あたりからその本質的な部分が天体から作用してね人間にね影響を及ぼしてくるってこういうふうに言ってるわけです。でじゃあ具体的にどういうふうになってくるかというと古いものをどん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 断捨離捨てて、ね、新しいものを新しい価値観をね 取り入れていきましょうという方向に明らかに変わっていくんだと。でそれは個人的にね、皆さんが個人個人の中で起こっていることでもあり、社会もそういうことはですね、大きく大きくそういう方向に目に見えてシフトしていくんだよっていうね、そういう段階に入ってきたってこう言ってるんです。でそれが 今月の6月9日から来週の月曜日6月21日は何の日でしょうって言ったら太陽が一番長く、えー、お日様が、ね、一番長く日中に出ている夏至というやつですね、えー、夏のですね訪れ本格的な訪れを告げる夏至というのが6月21日だから6月9日から 6月21日までですね、えー、そういう形でですね、えー、人間の心にその目に見えない宇宙からのいろんなこのエネルギーがね、えー、皆さんの中にこう押し寄せてきて皆さんの中にそういう価値観のシフトをしていくんだということをまあ言ってるわけですで話戻るんですけどねですから 今まではこうだったということももちろんありますけども大事なのはねどういう方向にシフトしていこうとしているんだろうということをね、えー、皆さんにぜひ今このタイミングで気づいていただきたいわけですごめんなさいだから大事なにはね古い価値観を捨てて えー、新しい価値観を取り入れていくんだよということがまあ言いたいわけですけど、えー、もう過去のことはもういいですということでね皆さん個人個人が自分の過去をいろんなね振り返って、えー、いろんな価値観があったと思うしいろんな経験された中で、えー、大事にしていることいろいろあると思うんですけどもう一回ちょっとそれ見直してね えまるっきり新しいねその価値観をね、えー、取り入れていた,いただいたらいかがでしょうかということをねあのー、お願いしたいんですよ実はね。で実はねあのー、抽象的な話しても仕方ないんで今日の前半の話はねちょっと具体的な話としてねこれね信じなくてもいいです信じられない人は別に信じなくていいですからね。 あの過去性っていう話をちょくちょく私あの大先生にねあの仕事上ねどうしてもスピリチュアルな、えー、カウンセリングをすることが多いんでその中であの不思議とですねその見えてしまうというか感じてしまうというかですね大先人はあの別に江原さんみたいにねこうやって <laughs> あの、えー、なんかあなたの後ろのね、えー、背後にね 中田のの上になんかおばああちゃんがいてね、ね、なたですかそういう見え方ではないんですけどあのお客さんとお話をしてたらふっとこうねあ感じるっていうかねあの分かってしまうという言い方しかできないんですけどあ,あなたの過去性こうですねってね分かってしまう時が多々あるんですよ。 であの信じなくてもいいですよ100%ね過去性なんかあるのかよっていう人もいるぐらいですからいやそういう話もね、あのー、いずれま,あまた詳しくねお話はしていきたいと思うんですけど大仙にも過去性が絶対にあるからだから過去性があるということを信じなきゃダメということを言いたいわけじゃないんですよ。過去性も含めてて私たちが生きている この現実という世界は何でできてるんだって前からずっと言ってますけどこれ全部ねエネルギーという波動でできてるわけですよでこれはね実際は私たちには感じることができる過去性なんていうのはじゃあ何で分かるかって言ったらエネルギーとしてのものがそこにあるからイメージが浮かび映像が浮かびなんとなくそういうね、えー、実感を得ていろんなことを感じられるわけですけどじゃあそれリアルに 感じららられなないい人からしたらないのと一緒ですよね幽霊を実際に見える人が霊視,霊視してね幽霊がいるとか言ってね、えー、言ってるのと同じでねじゃあ幽霊いないのかっていったら感じている見えている人からしたらすごく実感があるわけですよ。でもだから幽霊がいるということを私が言いたいんじゃなくてね大先にはそうじゃなくて私たちの現実ってそういうものなんだということなんです。 こんなに辛いい体体験験ががああっったり苦しい体験があって私にとってあれはリアルだったってあなたがそれを実感してそしてそれを記憶の中で保持してそのことが忘れられないぐらい今思い出してもいろんなね嫌な思いをしてエネルギーとしてそれがね押し寄せてきたらあなたにとってリアルでしょ そういうい過去があったったてでも同じ体験をして同じ体験をしてるのに一切そういうことには全然敏感でなくて、ね、何にも気にしなかったらその人にはその過去はないわけですから存在してないのと同じわけですよ。ね、で何が言いたいかというと世の中の現実というのは全部女そういうふうにできてるんで同じレベルなんですということが言いたいんです。つまりもっと,もっと、ね、リアルに あの端的にシンプルに言うと私たちが現実だと思っているこの世界自体も全部バーチャルリアリティのはっきりというと霊界の出来事と同じ幽霊がいると思っているのと感じているのと同じ話なんですということなんです。ね。だからこそだからこそですよ。 ここよく聞いてくださいね。だからこそ何をあななたががリアルとととして感じるかということが大事なんですよ何があなたにとって本当の現実なんですか幸せな方向ハッピーラッキーミラクルな方向が私にとっての現実と思うのかそうじゃなくて怖い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 。 コロナウイルスがいっぱいうよいうよいる世の中に私はこんなに一人で生きてきてつらいつらいつらいって思ってるのが現実なんですかどっちですかそれが選択しているんですよあなたが選択しているんですよあなたの五感とイメージとフィーリングとね感情とねそしてそのね思考とね全部と相同にしてあなたの現実を感じてるわけです。 ね、だからこそ、ね、信じても信じなくてもどっちでもいいんですよって言ってるんです私はね。過去性があるということもその過去性があるとかないとか本当か嘘かということが大事なんじゃなくて大仙人が言いたいのはふっとその、ね、お客さんと話をした時に「あああなたの過去性こうですね」って分かってしまうんですよ。 何らかの理由でそういうことが見えたり感じたりしたら、それはそれはね、私とその例えばその方との間でのリアルな出来事なわけです。だから私がその話をしたら、あなんかすごく思い当たり節があると。で、それはやっぱり宇宙からのメッセージなんですね。その過去性を私に感じさせることによって、その方にとって今抱えている問題だったり何か課題が そこの部分から何かしらの解決方法がね問題の解決方法が出てくるっていうことなんですよ。そこがポイントなんです。ね。起こっていることは全部そういうことのために起こっているんだというふうに捉えていただいたら過去性があるとかないとかが問題ではなくてね過去性という道具を使って今あなたが抱えている問題がね全部解け去っていって解け去っていって ハッピーとラッキーとミラクルを選択できる方向に歩んでいけるそういう情報なんだという捉え方をすればいいわけですよね。ドドンありがとうございます。それでね、あの、6月9日から6月21日にそういう情報がわんさかやってきてるんです、今。実は。皆さんが本当に心をね、落ち着けて、ね、自分のこの中にね、 あの外側の刺激のある外側の世界に反応するんじゃなくて一回それをシャットダウンしてね目をつぶってまあ瞑想するとか言いますけどあの第三にはねあの、えー、瞑想とかねあ,のああいう,こう形式ばったものってあんまり好きじゃないんでだってあの瞑想するってはっきり言いますと今この瞬間に思考をストップしてあなたの考え事をやめて無心になるだけ。 それが瞑想なんですよだからしょっちゅう人間ってできてるんですよ例えば皆さんはふってね例えば何も考えが思い浮かぶずにリラックスしてる瞬間があるんですお風呂入った瞬間とかねあるいはトイレ入った瞬間とかねあ気持ちよくなったたまねふってこうなった時にねとかね食事食べてねご飯食べてねすごく美味しくてねああおしい っっって思って,あーって思った時にに無心になってるんです、ね、えー、例えばペットのワンちゃんとか猫ちゃんとかと一緒にじゃれ合ってあかわいいとか思ってねすごくこう心がスッと落ち着いてる時になんかものすごくあのペットが愛おしい瞬間あるでしょあの瞬間瞑想なんです皆さんねあなたの本質の方に外側の ありとあらゆるものをシャットダウンして自分という本質の中にねスーッと溶け込んでるんですそれが瞑想なんですよだから深呼吸がどうしたとかね目をつぶって、ね、心を落ち着けて座禅してとかねそういうの全然いらないんです本当の瞑想はこの瞬間にふっ,ってね思考をストップして本当の自分にいつでも帰れるんですねで大前には6月の9日の日に あのものすごいですねインスピレーションがそのふっとしたこのしょっちゅう大仙人でボケてるんですよ実はね、えー。こうやってね当然こう仕事をしている時に話をしたり誰かとねコミュニケーションしている時とかっていうのは意識がねそこに向きますから瞑想に入る場合はないんですけどでもその合間合間ね 何かをしていることの合間合間っていつでも人間って切り替える瞬間って瞑想になるんで,すで、えー、大仙人はですね、あのー、もうほとんどですね日中最近はですねあの株式市場を見てるんですけどね、えー、朝9時から開いてですね、えー、夕方の3時に閉まるんですけどその株式市場を見ながらその合間合間に自分の好きな本を開いたり。 えー、スマホでね、あのー、必要なこう人の情報を得たりするんですけどその隙間時間がものすごい瞑想なんですよ私ね。であのー、びっくりしたんです6月9日にね、あのー、本当に久々にあの天の声っていうんですかね えー、ちょっと聞こえた感じでねどう,どういうことかと言いますとねあの私がこれからあのまあ今日もあの投資塾のね明日セミナーやりますんでそのままご紹介しますけどもなんでね大先に一生懸命この投資を皆さんにお勧めしているかということなんですね。皆さんんが本当にこれれからこのバーチャルリアリアティという世界であれであすねどんな ことであれハッピーラッキーミラクルな体験をしていくこと自体に意義があるわけですよねハッッピーラッキーミララキミクルなことを体験するということはあなたにとって何かというとあなたが本当にやりたいことをねどんな制限もなくやれると。だお金は自由に使える時間も自由にあるねいつでもどこでも好きな時にやれると。 ね、それが本当に豊かなことなんですよね。何の制限もない。ね。やろうと思ったその瞬間にできる。あれもやらなきゃいけないこれもやらなきゃいけないだからこれができないじゃなくてね。えー、何をさておき私はこれをやるというのが一番最初に来て何も考える要素がない。当たり前のようにそれを選び取れる。それが一番豊かなんですよね。 で大仙人はそれを今ずっともうそれしかやってないんですね。でそういう形でいる時に先ほどから言ってますように今宇宙からものすごいこのコールサインがねえお呼び立てが来るわけですよ。で6月9日にえあるインスピレーションがどっと大仙人に降りてきましてえこれはですねいずれこのねえ FM 放送でもですね皆さんに ご案内をしていく時が来るんじゃないかと思うんですけどまだ、えー、もうちょっとですね先になると思いますけどね、えー、あるプロジェクトをですねあ進めなきゃいけないなとヒントはですね、えー、前言いましたね皆さん若返りをしましょうねっていうね、えー、若返りをしましょうというお話をしましたけどどうやら本当に大仙人はそのあ皆さんを若返りにするということがライフワークにね えー、なっていくことが分かりましたんで、えー、そういう関係のプロジェクトになっていくんだよということ、えー、それだけはヒントとしてお伝えをしておきたいと思いますね。えー、それからもう一つはね、えー、その日の夜じゃなかったんですけどそれから23日後だったと思うんですけど、えー、朝方にですねすごいレームを見まして。 夢です、ね夢はい、あの「霊夢って分かりますか皆さんね雑務と「霊夢ってあるんですよ。雑、え、務、ー、っていうのはねあの皆さんがこうすごくこう疲れてたり肉体的に疲れてたりね、えー、いろんなこう悩み事が多かったりするとね、えー、そのあるいはあの恐れをね 持っってててスストレスがこう溜まってくるとね例えば何かお化け出たりモンスター出てきたりとかねなんかこう知らない人に追いかけられる夢とかね怖いものに追いかけられるみたいなねああいう類の夢は雑務って言うんですよ、ね、あなたの心の状態を、ね、そのストレスみたいなものを夢で解放してるんですね夢で一生懸命エネルギー解放してるんです、えー、ですからそれは霊夢とは言わないんですね。 えー、夢で皆さんのその溜まっているエネルギーを解放してあげてくれてるからありがたいですねはい、えー、それは雑務なんですかたや「霊夢っていうのはねこれはですね、えー、どういうことかと言いますとねこれはねやっぱりねあなたにとって未来に対して重要なインスピレーションをもたらしてくれる夢のことを「霊夢っていうんですね どどん,どん分かりますね。だから予知だったりすするんですよこれからこんなことが起こるよっていうことをねこうお知らせしに来てくれる誰が <laughs> もちろん本当のあなたなんですけどね大仙人から言わしたらまあちょっと違う言い方をしたらまあ江原弘之さん流に言うと、えー、守護霊さんがとかね えー、あなたの先祖霊さんがみたいな言い方になるんでしょうけどまあ言い方は何でもいいんですけどね、えー、大いなる宇宙から大いなる宇宙の本質があなたを通してねあなたの夢を通してこういうことが起こるよという夢を見せてくれるのを霊夢と言います。で雑務と霊夢のね明らかな違いがあるんです。それはね霊夢はね朝方に見るんですよ朝方。 はい、朝の目覚めの直前に見るのですごくよく覚えてるわけです。それから印象がものすすごくはっきりしてるわけです例えば言葉会話だったりとかその時の見た風景だったり人物だったりとかストーリーだったりとかをすごくクリアに 覚えてるんですねであっと思って瞬間目が覚めます霊夢ですそれが霊夢なんですで夢ってねすいよね皆さんねほらえなんか夢見たなって起きたてる時は結構覚えてるでしょね起きたる時は覚えてるんですけど潜在意識で見てるから起きた瞬間は潜在意識とまだね えー、うっすらとつながってるんで覚えてるんだけどもこの日常の活動に入っていた瞬間にそこの線切れちゃうから潜在意識とのねすぐ忘れてしまうわけですよあれって思ってあれなんか夢見たけど何だったっけなとかすぐなりますよね。だから例文を見た時はすぐにその場所でその場でペンと紙に書いてください。 で大善人これ霊夢ですよねきっとってね私相談してくださいね <laughs> まあねあの書かなくてもいいぐらいはっきりと忘れないぐらい印象的に覚えてる場合も多いですからね、はい、その場合は心配ないですけど、えー、大善人はですね実はですねどんな霊夢を見たかといいますとねもう明らかに過去生の夢だったんですね、はい、過去生の夢です。 え信じなくてもいいですよあの過去性の夢だって大仙人ははっきりとそうだって分かってるんですけど私が分かってるだけで皆さんにとってはう爽快なんで別にいいんですけどねだから信じようが信じようがどっちでもいいんですけど大仙人にとってはこれ過去性だなっていうのはもう分かったんで、えー、そういうお話はしてるんですけどね。 えー、過去世でこれ多分日本なんですけどイメージ的にねはいえー、王家つまり天皇家の関係の夢で、えー、あのねはっきりとした顔はねわからないんですけど 天天皇皇さんそのの時代の天皇ですよえ多分ですねえ随、ー、分古い時代だと思います、えー。平安時代とか鎌倉時代とかそ,その辺ひょっとしたら奈良時代かなとかね、えー、そんなような時代の感じのまあ当時もしそういうね天皇さんがいらっしゃったら京都御所ですよね。 だだからあここ京都御所だっていう感じなんですでその奥に天皇さんがいらっしゃって私はなぜかその天皇さんと同じ近いところにいる境遇のね立場だったんですけれども、えー、これねあのねこれずっと解説し,たらしていったらねあの <laughs>。 とてもこの時間足りませんので、えー、もうシンプルにね、えー、どんな夢だったかと言いますとねずっとねあの大事なにもあのなんとなく分かってたんですね。あのえー、自分の中でですねこれ何て言うのかなその昔ね歴史,歴史的な話としてですねその やっぱり戦いいが多かかっったじゃないですか、ねえー、やっぱりこう皇族とそれから武士という時代がね長く続いた時にずっとこう戦乱の時代だったりねいろんな陰謀渦巻く、ねえー、いろんなこう歴史があるわけですよねだからそういう中で人間が争ったりして、えー、いろんなこまあはっきり言うと人間がね 精神をかけけて争ううとということがやっっぱり多々あったわけです、ね、で、その中であの誰かを私,私自身がねあのその誰かを私が犠牲になって、えー、助けてあげたんだけど結局のところはそれがまあ報われてないみたいなねなんかそういうイメージが私の過去性ですよ。 私の個人的な感覚なんで信じようが信じようがいいんですよ、はい、単なるそういう私が思ってるという話なんでねそういうふうに聞いてくださいね、えー、でそのなんかあのそのまあ犠牲になってあげたということなんですけど、まあ、そういうその自分の立場を投げ捨てて誰かを救ってあげたみたいなところがあるんですけどそれがこう報われなかった何かそのなんていうのかな無念さみたいなねはい。 えー、それがこうあのな,な,なぜか全部分かってしまったっていうねその事件が何だったというのが分かってしまった夢を 6, だから6月11日だったと思うんですよ朝方に見まして大仙人の個人的なですねあの潜在意識の中の 私よよく言ってますよね皆さん中に思い込みがありますよ。それは過去性から来るのかもしれん。過去の自分の親との体験からなんか来るのかもしれん。っていろいろあるじゃないですか。自分がね、すごいあのコンプレックスを抱れたり、すごく自分の価値観を、ね、あの感じない、愛を感じないみたいなね、そういう負の遺産みたいなものね、負の自分みたいなもののイメージがこうまとわりついてるみたいなね。これ誰にでもあるって言いましたよね。大前人にもやっぱあるんですよ。 でそ,のその最後の最後の何かこう報われてなかったっていう無念な思いみたいなものの意味が夢に出てきたんですそれであそういうことなんだということで全部解けましたありがとうございましたそういう今時代が来てますよということ皆さんの心を開いたら皆さん自身も大善人みたいなそういうあの自分の中で完結すればいいですからね はいあそういうことなんだって分かればいいですから分かったら全部あなたの心の中の負のエネルギーは溶けてなくなっていきますそして本当の光の愛の自分に変えていきますはい、えー、前半のお話はここまでですはい今日も大成、えー、人の会社のホームページ2種を、えー、テーマソングアメリカンオーサーズのベストデイズオブマイライフに載っけて お届けいたしましょう。よろしくお願いします。はい。はい、リッチャンドウェルシークラブです。リッチャンドウェルシー塾。はい。明日ですね。先ほど言いましたように、十、え、三、ー、時からセミナーやるんですけどね。あの取材が入ります。プロモーションビデオの取材人が十時過ぎに私の宿泊場オフィスに来て、最初私のパーツを撮るんですよ。 まあ、あのプロモーションビデオですからね、あの好きなように向こうの方が撮り、カメラ回して撮るんで、私インタビューを回すんですね。で、来れる方はですね、ぜひ11時にオフィスの方にお越しをください。あの、11時過ぎぐらいから、えー、熟成の方のインタビューを撮りたいというふうに、えー、スケジューリングされてますので、 えー、あ俺、私インタビュー受けてもいいよという方はぜひ、ね、11時過ぎに、えー、お越しをください、えー、3人ぐらいもうあの行ってもいいよという方いらっしゃるんですけど何人いらっしゃっててもいいですからねあのー、江戸川橋の、えー、大仙人のオフィスにぜひ明日、えー、いらしてみてください面白い体験ができると思いますさあそれでプロモーション ビデオですから、えー、プロモーションのですねビデオつまり、えー、宣伝するためのビデオ制作するんですねでこれから大仙人、あのー、そのプロモーションビデオをですね、えー、ガンガンですね SNS に配信していって、えー、この熟成をですね募集していきます、えー、ですから、えー、本当にね大仙人の 世の中をねすごく明るくして皆さんをリッチにしていくそういう塾にね、えー、していきますんでぜひぜひ明日お時間ある方は来てみてくださいねということですはい、えー、それからもう一ついきましょう麹40ード研究所の方のホームページ今日も、えー、セッションの方の紹介しましょうねコアブリフカージュやっぱりこれです ね、さっき前半お話ししましたね皆さんの潜在意識の中にある思い込みね自分で気がつけばいいんです先ほどお話ししましたようにね大仙人なんか夢で過去性を見せてもらったんでああやっぱりそうだったんだって分かってしまえば溶けていきますけどねそうやってね皆さんご自身が夢で見たりなんかインスピレーションで感じてね え自分のそのなんかこうねネガティブな思い込みねあ俺なんてダメなやつなんだみたいなことがこうね何やってもダメだなとかねえ何やっても生かさないなモテないなみたいなねそういう負の思い込みみたいなものって自分でね解ければ一番いいんですけどねえ普通のねやっぱりこうね えー、皆さん仕事がお忙しい中で、えー、過ごしているとねこの放送を見ている方は可能性ありますけど自分で、ね、解除できる可能性ねだけどなかなか難しいですねやっぱりねだから専門家にお任せくださいすなわち大仙人は3時間で皆さんの最も、ね、深いところにあるその思い込みをコアブリーフって言いますけどね、えー、それを解除してしまいます えー、ここのところね、えー、毎週毎週、ちょっとこのセッションをお受けいただいて、えー、やっぱりね、すごく皆さん感動していただいてるんですよね、はい、えー、先週の男子の方も、その後、やっぱりすごく、えー、いい、あのー、セッション後のですねご報告をいただいてまして、あのー、なんていうんですかね、こう景色が変わるっていうんですかね。 世の中に対するこう間違った思い込みですからね、えー、世の中は本当に悪い人間ばっかりで、えー、騙されないぞ騙されない騙されまいぞみたいな風にね思っている自分からあ世の中って本当に愛にあふれてるんだというようなねそんないう風うにもし思えたらすごいでしょということで令和のコアブリーフ解除書き換えセッション料金3時間連続セッション10万円のところ 令和公開記念7万2000円でやっております。代券の方にお申し込みをください。はい、えー。ホームページの方のご紹介させていただきました。ありがとうございました。はい。はい。えー、それでは10分足らずになりましたけどね、後半の方のお話、今日もあのリアルビジネスの方のお話をさせていただきましょう。で、明日ですね、たっぷり、えー、このね、 株式投資の話についてはですね、えー、リッチウェルシー投資塾セミナーでお話をさせていただきますんで、今日もですね、えー、10分弱の時間、このね、大仙人おすすめの仮想通貨のお話しましょうね。今日も持ってきました。月間仮想通貨。ね、2019年バージョンで申し訳ないんですけどね、やっぱりね、これがね、すごいんですよ。2019年バージョンの7月号にね、 DMW ポスというやつが紹介されてました。はいもうね、これ何回言ってもですね、すごいなあ、すごいなあと思って、あのー、大前人のこの推薦しているワールドフレンドシップコインをね、持っていただいている方は、私の LINE グループ入っていただいているんで、今、140数名いらっしゃるんですけどね、140数名いらっしゃるんですよ。 えー、その皆さんはよくご存知なんです私からいつも情報を流してますんでね詳しいねだけども、えー、その情報がない方っていうのはねやっぱりね仮想通貨って聞くとねちょっと腰引けるんですね普通ねはいそれもまあ,あのやむを得ないと思いますなぜかというとこれまでのところ日本でえー、ね 海外発のビットコインとかね、イーサリームはともかく日本発の仮想通貨、コインでうまくいったよっていう話聞かないんですよね。むしろ逆で、えー、このコインはすごいよって言って、なんか一生懸命進められる前に買ったんだけども、残念ながら値を通して結局詐欺みたいな話だったという、ね、そういう話ばっかりなんですよね。だから 大仙人のこのコイン大丈夫なの仮想通貨って怖いよねっていう思いをね抱かれるのも無理はないんですけど無理はないんですけどそこはねえー、言いましたよね世の中が今変わっていく最中ですとリアルなところのビジネスのモードも 変えててていいってくださいねななぜ、ね、第線人が一が生懸命毎毎毎週週週この話をしてるかなんです、す、ね、DMW ポスって何かっていうことなんですけど、もうね、皆さんね、DMW ってもう覚えてくださいね。ダイヤモンド、マルチ、ウォレットっていうやつなんですけどね、これ。えー、iPhone でしたら、Apple Store。 アンドロイドでしたら Google プレイからダウンロードしてみてください。DMW で検索したらダウンロードできますから。それで自分のメールアドレスとね、それで、それからパスワードをね、携帯電話と番号とパスワードを入れたらダウンロードできますからね。それ確認していただきたいんです、皆さんにね、実際にね。つまりこのツールは誰でももうスマホで 入手できますよもちろん、このアプリが入るだけですから、皆さんがもしね、持ってない方がこれをダウンロードしても、コインはまだ入ってないんですけど、ゼロコインですからね、わかりますよね。で、一生懸命毎回毎回大先に言ってるのは、ね、この WFC という私がおすすめしているコインを安く手に入れられるチャンスなんですよ、もうすぐ終わるんですよ、ということ、ね、多分ね、今週、 来週、来来週最終回かなみたいな風になると思います。1コイン5000円でお分けするんですよということなんですけど、今日ね、あのー、その、何がすごいかというと、先ほどのこの DMW ポスのすごい話ね。はい。これどういうことかと言いますと、あのー、その、ダウンロードした、このね、DMW というスマホからダウンロードしたこのアプリね。 この上でポスが使えるってことなんですポスってわかりますかコインが仮想通貨として、ね、QR コードってあるでしょポスってね。皆さんスーパーマーケット行ったらバーコードありますよね。あれでピッてやって、ね、それで皆さんペイを使ってるじゃないですか。あれペイを使わないでこのスマホの上でピッてやったらポスの操作としてダイレクトにコインがそのまま 決済通貨として使えるというのが d m w ボスなんです。で何がすごいかというと、ね、これから起こるのはこのスマホの上にね今日はもうお見せしませんけど、ね、皆さんにお見せしたでしょあのトランプ大統領一押しの共和党の保守団体が進めているリバティコインというのもあるんですけどそれから ビットコインもイーサリアンもリップルもこの、ね、スマホの上に入ってくるんですよ。で、それがこのポスと連動してくるんです。で、何が言いたいかというと、もし皆さんがビットコイン持ってたり、イーサリアン持ってたり、リップル持ってたり、リバーティーコインレス V 持ってたら、それもピッで、店頭でポスで、 仮想通貨がそのまま通貨として使えるっていうことなんです。わかりますねもうお金を現金に変えたり今ね,ねもし皆さんがビットコイン持ってたりイーサリアン持ってても暗号資産って言われてるでしょ資産にはなってるんですよもちろん価値があるからね。だけどもそれは市場で売っ払って 現金化しないとダメじゃないとじゃねわずかに今、えー、ビットコインを受け取ってもいいですよという、えー、お店がねビッグカメラだったかなそれからアメリカのテスラ社がねあの電気自動車をビットコインで受け取りますとか言って発表したんですけどやっぱりやめますってね言うんで上がったり下がったりしてましたけどね。 えー、ビットコインというのはマイニングっていうあのビットコインの取引データを一生懸命スーパーコンピューターでねマイニングっていうんですけどそれを出した人にビットコインがサービスで差し上げられるあのシステムになってるから人気化してみんなそれが欲しいから一生懸命マイニングするんだけどスーパーコンピューター使うからものすごい電気量使うんです発電所をね何十個と使うような 電気流らしくて化石燃料を使うから環境に良くないって言うんでテスラのイーロン・マスクさんやっぱりやめたって言っちゃったんですよ。<laughs> だからねそんなこともう、ね、気にする必要ないんですよ。つまりこのウォレット上でそのままポスシステムでビットコインとかイーサリアムピッで使えるようになるのがこの d m w ダイヤモンドマルチウォレットなんです。わかりますねですから、世界初、本当の意味で、ね、仮想通貨、仮想通貨って言って、何で暗号資産っていう言い方に変えられたかというとね、通貨じゃないじゃんって、だって使えないもんって。ね、だから仮想通貨じゃなくて暗号資産だっていうふうに名前変えられてしまったわけですよ。でも本当にようやく DMW のこのシステムが世界特許で開発されたそれは DMW は WFC ワールドフレンドシップコインのトレードマークですこれは世界唯一ですそしてビットコインとイスラリアムリップルと連動していきますから1コイン今20万円の価値がついてるわけですそれを5000円でお分けしますよはい 今週と来週と来来週で、つまり6月中ですね、全部、えー、そのサービスも、大仙人からのサービスも終了します。ということで、えー、そろそろ今週のハッピーラッキーミラクルタイムも、えー、時間となったようです、えー。皆さんね、これから暑い時期を迎えますけど、 気持ちだけは暑さに負けず熱く熱くねこの夏も大善に共ととにハッピーラッキーミラクルでいきましょうそれでは今週はこの辺でお別れをしますハッピーラッキーミラクル大善にでしたハッピーラッキーミラクルタイムまた来週。